じゃあ今日はあの大倉屋レコードバーさんに来ておりますが、もうエムズシステムからね徒歩数分の、そうですね、至近距離、はいはい、こんなに近くにこんな素敵なお店があったかっていう感じです。オープンはいつ頃でしたっけ？今ちょうど7ヶ月ぐらいですかね。7ヶ月ね、はい、オープンしたてですよね。でもこの前来た時ももう通りにあふれるくらい、ね、お客さん時間帯によりいっぱいでね、はい、人気のお店ですが、今日は大倉屋スタンドバーお伺いしてます。よろしくお願いします。いただきます。はい、はい、お山椒のフレーバーちょっとね、はい、きますね、はいはい、うん、美味しい。 こんなのやばいですね。今から飲んでたんじゃもうだからこの辺あの、はい、アパホテル的なあの外国人が泊まるようなホテルがたくさんあって、でジャパニーズウイスキーとあとまあジャパニーズジンっていうのも結構ジャパニーズがあって、これは本当にジャパニーズジンですね。そうなんですね、はい、でシソのフレーバーだったりとか、うん、なんかいろいろその土地土地のボタニカル使った。 そこもあれなんですか？そこもジンなんですか？ここ全部ジンなんですけど、日本のジンです。あ、たくさんあるんですね。そうですね、ジンってそんなに種類があるものだと思わなかったなんか作りやすいみたいですね、ウイスキーと比べると。そうベースのあのお酒はまあいろいろあって、はい、でまあジュニパーベリーっていうのを加えるとジンになるんですけど、はい、プラスアルファは何かいろいろその土地土地の特色のあるものを入れたりして。本当だ、不思議これ飲んでて山椒の香りがふっとくるので、はいはい、結構外国人受けもいいです、ね、ああそうでしょうね、はい、なんかね、もうまさにジャパニーズテイストの、ね、そうですね、はい、感じがするので、でレコードバーですからね、はい、レコードたくさん置いてらっしゃるんですけど、そうですね、これは早川さんもともとそうですね、アナログレコードがお好きだった。はい、そうですね、まあ、レコード世代というか、ギリギリだったので、はい、まあ、メインは80年代の R&B ですかね、はい、80年代から90年代、あと今シティポップと言われる、はいはい、日本の昔の歌謡曲というか、はい、シティポップがこの辺にあります。あ、最近なんかすごく外国人の方からニーズがありまして、はい、であの韓国とか、ええ、あの台湾の方がなんかリクエストするのはなんとなくイメージつくんですけど、うんうん、最近アメリカの方が、はい、ニューヨークから来た、ええ、その若い人とか、ええ、まあ、全然関係ないですけどシティポップかけてくれとかそういう感じなんですよ。でそれはこのお店に入ってきて、はいはい、でシティポップそうですねあるみたいな感じなんですか？はいはいはい、へえ、まあ、だから事前に調べてきてくださる方はまあそういうリクエストの仕方をしてくれます、はい、すごいですね。でもね、うん、なんか面白いですね、世界的に流行ってるな。まあなんか最初あれですかね、 YouTube のチャンネルで書き始めたら、そうみたいですね、うん、YouTube が、はい、皆さんあのガンガンに流行っちゃって、うん、まあそこをオンタイムで好きだった人間からすると、うん、あの嬉しいやら、うん、悲しいやら邪魔な感じだったそこまでそこまで流行らなくてもいいよみたいなね、あのもうひっそりと自分のものにしていたのに、あ、はい、みんなであの楽しんでるから、うん、あの感情としては微妙ですただ売れ、まあ、あのそれを聞いてた時には、はい、なんでこれが世界に行かないんだろうぐらいのね、あ、はい、クオリティ高いし、うん、ヨーロッパとかアメリカ持ってったら大ヒットするだろうにって思ってたんですけど、
今になったら大ヒットするとちょっと悔しさがありますだいぶ時間かかりましたかかりましたねそうだから昔のそういう竹内まりやとか、はいね、松原美樹とか、はい、まあ今再販されてるので、まあ、定価で買えるっちゃ買えますけど、結構中古レコードの値段が上がってる上がってますね。ああ、そうですね。もう一発目にあの僕のアイドルの名前が出ちゃったから。アイドル。はい。だからあの竹内まりやのプラスティックラブなんて、はい、はいはい、そうです。まさに。あのその当時も別にそこがね、うんうん、ヒットしてるわけでもないし、うんうんうん、あのアルバムの中で、はい、いやこれはいけてるよなって、うんうんうん、密かに思って、はい、何十年も聴いてた人間が、はい、今になったら、ね、世の中中でね、はい、プラスティックラブとか言ってるから、うん、ね、ちょっと驚いちゃう、はい、まあ、その中でもですね今日はあのもうその達郎マリアのお師匠さんの位置づけになりますかね、はいはい、これ当時ものですか。これは当時のではないですね。後付けであの時はね、あの時はまだカセットで買ったんじゃないかな。これはその後その後追っかけで買ったんですよね。だから割と最近なんで、はい、最近だけど状態はそんなに良くないと思いますけど、うん、大竹栄一さんのねこのまあ季節柄もあるし、はい、かけましょう。僕いつもあの B 面からかけてますよ、ね、あ、いいですねこのアルバムも本当ここでも人気あって、ね、その世代の方々にあみんなお酒の飲んでるからじゃないですかもうみんな遠い目になってくるっていうちの当然、はい、あ素晴らしいですね。さすがです。これはね、あの本当に素晴らしく今 B 面からかけていただいたじゃないですか。これを聴きたかっただけだね。これは雨のメンズでだから。はいはい、じゃあもう当然大人ですね、この時は。バリバリ。もう、あの、そうですね。まあ、これはそうだな、微妙だけど。これ78な。これ70、これは80年かな。81ですね。81、じゃあもう働いてますね。これあれですよ、当時物ですよ。オンタイム、うん、あーじゃあ定価2700円。あーじゃあオンタイムの持ってきてたのか、うん、ちょっとあのまあうちのとあのオフィスにあるのとね混ざってるので分かんなくなっちゃったけど、じゃあオンタイムなんですね。